はい、最後水曜中ウガナビラユンタンジャ出番ですよの時間となりました。時計の針は11時を回りまして、7月の15日金曜日、旧暦のうちなぐ組では6月の15日となりまして、今日は1日15日、区長の皆さん方も今日はですね、旧暦の15日ではありますけども、普通の15日と1日はですね、あの区長会ということで各区長の皆さん方お集まりになってですね、今日はですね朝からね集まってこう各あざの話をやったりとか、また役場からのですね、こんなことお願いしますねとかいう話をねたくさんやってるということで、今日は区長忙しいということでね話をしておりましたよ。はい、本当、各あざの区長の皆さんお疲れ様でございます。はい、さあ1日15日の話は置いときまして、何やらこううちの台風情報でね話題を持ちきりでありますけれども、先ほど沖縄気象台11時発表のですね天気予報によりますと、今のところはですね、現在本島中南部は東の風のち北東の風に変わりですね、晴れところにより昼過ぎ雨で雷を伴うということで、昼後からですねちょっと雷を伴う雨ということでありますのでね、お気をつけいただきたいと思います。まして日中の最高気温は32度ということでございますのでね、暑い日が続きます。熱中症もですねもう昨年に比べて2倍というふうになっております。どうか、気をつけてね、水分それから塩分の補給をですねお願いしたいと思います。うつ水の皆さん方から聞きますと、クルザータ上等屋さんということで、クルザータは塩入ってないんだけど、なんでいいのかがちょっと僕も理解できないわけなんですけどもね、まあ、誰か知ってる方がいらっしゃいましたら教えていただきたいと思います。さあそれから台風情報ですけれども、お伝えしておきましょう。台風ですね6号、今回はですね現在今朝の9時のですね、台風6号なんですけども、非常に強くそして大きいというふうに言われておりますね。現在小笠原近海にありまして950ヘクトパスカル、今現在で950ヘクトパスカルですのでね、沖縄本島近くになりますと915ヘクトパスカルということで、かなり、強い、猛烈な台風になるということでありますので、皆さんどうぞお気をつけいただきたいと思います。今後の台風情報に注意をしてください。はい、お送りしていきますユンタンジャ出番ですよね。台風情報をお伝え少しだけさせていただきましたが、何やらこう見るところによると、大東島方面はねなんか、この方向を見ますとちょっと直撃になる可能性があるかなと。もう沖縄本島強風域に入ることは間違いないと思いますけども、どうぞ、この後の、台風情報にご注意いただきたいと思います。さあそれではお送りしていきますユンタンジャ出番ですよ。今日もですねゲストを迎えて1時間ということでございますけども、まあこの来週いっぱいぐらいまでですかね、読谷村議会議員の皆さん方をですねリレーでですね毎日お一人様ずつですね1時間お招きをしてですねお話を伺っております。もう本当に村議の19名の皆さん方、いろんな角度からいろんな活動をなされてるんだなっていうものをつくづく感じるわけなんですけど、今日も来ていただきました。今日また素敵な女性のって言ったら、また男の人は素敵じゃないのかって言われたら困るので、最近僕もちょっと口がちょっとまあいいや、はい、じゃあ素敵な方です。こんにちは。なんか笑われると少しちょっと違和感がありますけれども、読谷村議をしております津波子菊江でございます。はい、よろしくお願いいたします。どうもご無沙汰してます。今日はね15日、うん、お月様が大変綺麗なんですよ ね、はい、そうですよね。はい、ちょっと夕方は見れなくなるのかなと思ったらちょっと寂しいですね。あ、そうか、十五夜のことも、昨日はちょっとね僕帰るとき、まるっと綺麗な、はい、ね、あの月輝いておりました。あ、そうか、十五夜ですね。
はい、こんなまたロマンチックな話をするのはやっぱ女性ですね。そうですよ、はい、1日15日お茶との話しかしなかったんですけれどもね。クルジャータもね、ミネラルがたっぷりである、体にいいって私聞いてますけれども、ね、はい、あ、ぜひ皆さんクルジャータもぜひたくさんいただいてください、はい、県産品クルジャータをご愛用いただきたいと思いますけども、はい、はい、さあ、ツアー国議員本当に久しぶりで、まあ、お会いするのも本当に久しぶりではあるんですけれども、まあ、今回村議会議員の皆さん方、19名お招きしてるわけなんですけれども、はい、その中でも女性議員はお二人のみということでありますね。はい、貴重な公認点公認点公認点貴重な公認点ですよ。貴重な公認点でね、はい、ぜひ大事にしてあげてください。よろしくお願いします。もう当然でございます。はい、ありがとうございます。はい、さあ、それでは、まあ、今回議員の皆さん方6月議会が終わって、はい、まあ、直後ということもありまして、うん、6月議会一般質問などのですね、はい、お話を伺ったり、また、6月議会より3月議会のお話をという方は3月議会のからの一般質問とか、はい、時にはまた、それぞれの社会活動、議会活動などをですね、一般質問以外にもお話を伺っているわけなんですけども、今日は まず先に、6月の一般質問から伺っていきたいなと思うわけなんですけれども、はい、私は一般質問通告書というものをですね、議会からいただきまして、見ますと、ツアコ議員、大湾アガリヌウガン遺跡についてっていうのはありましたね。そうですね、はい、今回は、うん、私地元大湾なもんですから、はいはいはい、今大湾東区はですね、区画整備事業が始まっているんですね。看板が58号線沿いに掲げられてますよね。そうそうそう、58号線流れに向かって右の方ですね、右、ね、うん、の方に今始まってますけれども、はい、この中でですね、うん、やっぱりこう文化財調査をした中で、はい、一世紀が今回見つかっているんですね。おー、すごい。なんか聞くところによるとすごいって前評判なんですけれども、うん、これがどのくらいすごいのかですね、ちょっと聞いてみようと思いまして質問をさせていただきました。はいはい、これは遺跡ですから当然ね、昔の人たちが、使われた、住居跡だったりとか貝塚とかそういうものを、ね、はい、遺跡という話なんですけど、ここもやっぱり昔やっぱ住んでたわけですよね。そうですね、うん、やはり以前は海の方で住んでいたのが、うん、だん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 ね、畑をすることによって川自体に登っていって、あ、はい、ちょうど向こうは永田川がありますから、それに沿ってですね、上がりの岩というのが見つかっているわけなんですけれども、これがちょうど今から800年前と言いますと、800年前と言いますとちょっと想像もつかないんですけれども、でもすごいロマンがありますよね、そこにそういうのがあったというのが。佐々木さんも覚えてないですか？私覚えてないですね。私昨日のことも忘れるくらいですからね。もう800年の前のことはちょっと800年前ですか、はい、そうなんですね。すごいですね、でそこから今回ね、いろんな実機とかね、あ、そういうのが見つかったから、はい、中国の古いお金とか、こう丸い石でおはじきとかですね、はい、あと鍛冶屋跡とか鉄粉とかですね、うん、なんかすごい貴重なのが見つかってきてるみたいですよ。じゃあ本当にこう一つのなんか村みたいな形成されてる場所だったんですね。そうですね、そこら辺もね、今の縦穴式の住居らしいのも見つかってます、うん、柱の跡も見つかってますからね、はいはいはい、これが800年前と言いますと大気とか御様の前の時代ですよね。前の時代、あれよりも古い、あれよりも古いから私はちょっとわからないですね。はい、すいません失礼しました。いえいえ、いやでもそういうのが見つかると、はい、ちょっと気になるんですけど、うん、この今ほら土地区画整備事業とか看板書かれてるじゃないですか、はい、そこはどう、やっぱり今ちょっと止まっちゃうんですか、仕事が。そうじゃなくて、当初はそこも含めた感じの、うん、整備事業を、はいはいはい、やっていたらしいんですけれども、この調査の中で見つかりましたので、うん、その場所だけは外して、うんうんうん、新たにまた設計を指南をして今進んでますよ、はい、区画整備事業素晴らしい場所になると思いますけど ね、うん、ね、何かそこ聞くところによりますと、ニューラッキーランドリーのところぐらいからこう道が入っていって、はい、なんか新しくできたゴルフ場、そうです、なんか橋ができるという前の方に ね、この、はいはい、道路が、ね、できますね。すごいです ね、どのようにまた向こうも変わっていくんでしょうかね。楽しみでもありますけど、でもこの上がりの右岸っていうやっぱりそういう800年前の貴重なものがこう出土したりとかしているということであれば、これちょっとやっぱりでもまあ開発は大事なんですけど、これ大事にしたい遺跡でもありますよね。そうですね、うん、ぜひ大事にしていただきたいということで、うんうん、今そこの活用とかも私は質問させていただいたんですけどね、うんうんうん、まだその出土されたものがどのくらいの価値があるのか、うん、今鑑定中ということでですね、はっきりした
結果はまだ見てないんですけれどもね。でもやはり出たということはそれだけ価値がありますから、うん、そうですよね。ぜひですね、うん、これを私たち守って、はい、そして活用していきたいですね。やはり子どもたちの、ね、うんうん、体験学習の場として活用できたら、なるほど、ね、素晴らしい場所になると思うんですけどね。まあ、大安地元の方々とすれば、なんか、ね、大安に住んだ祖先の方々ね、はい、ここに村を形成したっていうのはちょっとなんかそうそうそう、ね、いいですよね。そうですよね。だからそれを復元をしてもらって、建てあのお家を作ってですね。ああ、なるほど、なるほど。そこでね、追体験っていうのもいいんじゃないですか。はいはいはい、子供たちに夢があるし。あの辺はもともとあの軍用地なので、はい、あのあるじゃないですか。なんか自然とかもいっぱい残ってますね。自然はやはりあの長田川沿いですよね、うんうんうん、あの近辺は軍用地だったせいで手付かずなんですね。うん、あ、でしょうね。ですからあの植物にしても、はいはい、あの生物にしてもそのまま残ってますね、うん、動植物がすごいあの豊かに残ってるところなんですよ。で私も、4月に、ええ、あの清流会というボランティアの皆さんがいらっしゃいますけど、はい、その皆さんと一緒にですね、うんうん、清流会さん、はいはい、あちらをちょっと見学させていただきました、うんうん、そうしますとね本当にあの、はい、植物がいろんなのがございましたね、うんうんうん、はい、なんかこう心配なこともあるんですけど、はい、貴重な動植物もやっぱり、ありましたね。はい、サガリバナも、ね、赤白とかね、ヤドカリとか。サガリバナ、赤白って言いますか。赤いサガリバナもあるんですよ。赤があれば白もあるということでね、紅白両方、まあ、向こうには両方あるんですね。めでたいですね、紅白で。紅白だね、本当よ。さっき雪ね、なるほど、はい、あ、赤のサガリバナ、普通サガリバナって白、はい、白い花ですよあれね。私たちが目にしてるのは白ですよね。私も白を見てますけど、赤いのはねまだ見てませんね。見たことないですけど、はい、あ、やっぱじゃあそういう自然が本当に残ってるっていう意味では、うん、これ大安の皆さん方にとってもちょっと保全をしたいなというふうな方向性はあるんでしょうね。そうですね、うん、あ、読谷村自体も守りたいという気持ちはあるみたいですよ、うん、そうですか。ここ保全を、あの地域はやはり保全をしたいっていう、あ、なるほどね、あの日出橋 の、 あの近辺ですね、はい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 、近辺を保全をしたいっていう思いが、なるほど、これあのほらね、ちょっとゴルフ場とかもできて、ちょっと気になる部分あるんですけれども、はいはい、あの永田川の方は今おっしゃるように、この清流会の皆さん方がよくあの清掃活動をしたとかいうことを新聞で見たこともあるんですけど、あのメンバーですよね、はいはい、そうです、あのメンバーです、はいはい、あのね、うん、あの清流会の皆さんは平成15年から、うん、あのボランティア活動なさっていらっしゃいますね。そうですか。今何名ですかね、6名、うん、7名ぐらいいらっしゃいますかね、うん、あのやはりあの肥者川っていうのは永田川というのはですね、うん、読谷村の校歌にも出ますよね。あの、読谷高校の校歌、流れは清き肥者川のって出るじゃないですか、うん、ね、で古源小学校の校歌、古源小学校ですか、うん、出身は、半分半分あの校歌にも出ません。あ、な、で、出てましたかね。出てますよね、あの校歌にもね。あ、それぐらい向こう有名な場所なんですね。ああ、やはりあの原風景が残るということで、うんうんうん、このあの清流館の皆さんも、うん、その永田川に対する思いはもうすごい思いがありましてね、はい、なるほどね、ぜひここはね保全していきたいということなんですね、うん、やはりあの58号線飛行場から降りてこう北部向かいますと、うんうんうん、家並みはたくさんありますよね。で、あと見えてくるのが、はい、開いてくるのが軍用地のフェンス、飛行場ということで、もう本当にもう殺伐した中で、うん、こう嘉手納過ぎて読谷村、日出橋入ってきますと、うん、やはりやっとグリーンが出てくる、ね、本当ですよね、という感じでね、癒しの空間でもあるんですよね。で、観光地全くグリーンですからね。そうなんですね、緑地帯が。だから北部行かなくても中部でグリーンが見れるというのを読谷村からなんですね。で、そういう意味でもやはりここは残していきたいと、うん、いうことなんですけれどもね、うん、もうこの皆さん清掃活動で一生懸命頑張っていらっしゃいますけれども、うん、はいはい、やはりあの清掃活動だけでは保全ができない部分いっぱいあるんですね、うん、やはり行政の皆さんにも協力をしていただいて、はい、あるいはね、あの国県にも協力をしていただいて、うん、あの環境をしっかりしていかないと、うん、あの永田川というのは守れない、うん、あの場所というのは守れないということで、ね、ぜひこれからの取り組みになるんですけれども、うんうん、そこら辺ですね、保全のための環境整備、うん、それをしっかりやっていきたいということで、うん、あの清流会の皆さん、そしてあの南部地域の議員の皆さんが今一つになったんですよ、うんうん、なるほどなるほど、ぜひ頑張っていこうということでね。うそうなんです。これがね、あの国道沿いでもありますし、また国道とのから国との絡みも出てくるんでしょうね。そうなんです ね、 ね、はいはい、あの本当に
掃除してる部分がたまたま国道だったから、国道の皆さんに言わせると、うん、触らないでくれと、怪我すると困るから触らないでくれと言われたということもありまして ね、 ね、そうですね、もういろいろとね、立場が変われば見方も変わるで ね、 掃除をしていてもありがたいと思われない時もまあまああるんですけども、そうね、はい、まず怪我されないように健康第一ということかもしれませんけ ど、 ね、はい、でもやはりね、うん、58号線ですからしっかりね、綺麗にね、表玄関ですから、そうなんですね、はい、じゃあちょっと一旦コマーシャルをお届けしてですね、はい、またお話を伺ってまいりたいと思います、はい。はい、お送りしておりますインターン茶番ですよ。今日のゲストは読谷村議会より津波子菊江議員をお招きしてお話を伺っております。まあ、大庵出身ということもあって、大庵上がりの大庵遺跡、これはもう今世紀最大の大発見ってちょっと言いたいですね。大きすぎ、いやいやいや、大丈夫でも なる可能性もあるんでしょ。そう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 、まだ今調査中ですからね。夢大きくね、そうそうそう、ぜひね、いい結果が出るものを、ね、期待したいなと思いますけどもね。さあ、そんなお話の中で、まあ、永田川の、まあね、お話も含まれてきたわけなんですけども、あそこはあの取水ポンプ場なんです。そういえばね、そうなんです、はい、一応水はきれいだというふうに認められてるからこそ取水ポンプ場なんでしょうね。そうですね。あれそこで今ひくひくと笑っておりますけど、はい、まあ、水がきれいかどうかはちょっと定かではないんですけど、まあ、企業局の皆さんがしっかりとあの検査もしてもらって、いい水を使っていただきたいですね。まあね、ぜひ皆さんこれからね、きれいにしていく努力もね、また必要ではないのかなと思いますけどもね、はい。まあ、この辺でもあの清流会の皆さんがとかは本当にこう、はい、頑張ってその辺周辺整備をやっていこうということで、先ほどもね話がありましたけれども、うんうん、そうなんですよ。だからあの皆さん思いは大きくてですね、あの頑張っていますけれども、何せあの草刈りというのはね、はい、あの雑草というのはすごいですね、生命力というのが。1週間に1回あの毎週土曜日に、あの清掃活動してるんですけど、ね、毎週やってるんですか。毎週やってますね、すごいですよ、すごいね、本当でね、あの毎週なさってますけれども、草刈って帰って1週間後行ったらですね、また同じところの草が伸びてるということで、前に進まないというのがな悩みなさねということでですね、なるほど、今日ここまでやったって、はい、来週はあっちやろうって思って、でまた来週来たら、はい、また同じところから、そうだから目標が持てなくなるんですね。ああ、なるほど、もう草に負けるんですよ、負けちゃうんだ、はい、だからどうしてもね、このあの人数もボランティアの皆さん少ないですしね、そうか、もうできたらあの多くのボランティアの方が参加してくださったらすごい助かるんですけど、はい、あ、なるほどね、だからあのどうしてもこの皆さんだけではついていけないね、うん、あの
追いつかない部分がありますので、はいはい、あのまあ大きな課題としてはですね、やはりあの村の事業としてですね、この永田川の方にも目を向けていただきたいという思いが皆さんにあるわけですね、はいはいはい、であのこの永田川の環境整備についての要望も出ておりました、うん、あそうですか、あの向こうは向こうはあの永田川取水場ですのでね、はい、やはりあの企業局の方でですね、うん、浸水公園の整備をお願いしたいとかですね、周辺のね、それからあの、うん、結局あれはあの比謝川の方でダムで止められ、せき止められてますので、うんうんうん、あの水が流れがないんですね。あ、はい、あそうかそうか、流れがないもんですから、なるほどなるほど、そうですよね、比謝川には行ってないわけですよね、そうそうそう、だから水がきれいにならない、浄化されない、それとあの魚がいない、で大雨になると浸水するんですね、うん、あの辺は、あ、はい、溢れちゃうんだ、そう溢れるんですね、ですからぜひあの、ね、本来でしたらあのダムの回収をしていただきたいんですけれども、それが無理ならせめて漁道の整備ぐらいはやっていただきたい、なるほど、行き来ができるように、そうなんですね、はいはい、魚なんかね、はい、それともあのあの川沿いのですね、うん、あの掃除するにも散策道というのが必要なんですよ、あれも今道もない状態の中をですねかき分けかき分け清掃活動しているもんですからそこら辺ですね、あの環境を壊さない程度のやはり歩道というのは必要ではないかと思うんですね、そこら辺の整備とかですね、うん、あのその自然を生かしたこの川辺の構築をしていただきたいとかですね、あのまあいろいろありましたけどね、大判のこの大福地区のこの、うん壁面ですね、あのお掃除していらっしゃる、うん、あ今綺麗になったところね、そうそうそう、あの壁面は、はいはい、まあ、前はそこ以前にはですね、うん、あの大湾ウフグシクの跡ということで石積みがされてたということで、うん、ぜひこの石積みの再現をしていただきたいということも要請なんですね、あそうなんだ、そうなんですよね、でいろいろとありましたけれども、とにかくもうゴルフ場ができて、そして東丸のねこの、うん、あの上がり丸の開発ということで、うん、なかなかあのこれから厳しいものがありますので、ぜひね、うん、あの保全活動をしっかりとやっていきたいということでですね、うんうん、あの行政の方にもぜひ力を貸していただきたいということがですね、うん、はい、この永田川清流会の皆さんのね、うん、あの強い、うん、思いと要望でしたね、はい、ですから私たちもね、うん、あのしっかりと協力をしていきたいと、うんね、村民の皆さんも毎週土曜日、うん、清掃活動を10時からやってますので、はい、手が空いた時にはですね釜を一つ持っていただければ草刈りできますので、はい、協力をしていただきたいということでね、はい、お願いしたい、よろしくお願いしたいと思います、よろしくお願いいたします、はいはい、まあ、本当に私こう嘉手納町側の方はあの悠々比謝川カッパ祭りとかね、はい、ね、イカダ競争とかね、前回ありましたけれどもね、はい、まあ、今回ちょっとあの明後日予定しても24日の方にね、はい、あの変更になるということはおっしゃってましたけれども、台風の影響で、はい、やっぱりあの川、ゆみたんはちょっと川との関わりってあまりないですね、ないないですね、ね、はい、そういう意味ではこの永田川っていうのがね、あのこういう形であのすでにも活動なされている方々もいらっしゃるということであれば、まあ、そこをきっかけに何かそういうね、川と親しむような、まあ、公園とか整備とかねできたらいいなということはやっぱりね期待しますね、ゆみたんさんの場合ね、東シナ海の海が綺麗ですので、うん、まあ、観光にしてもね、あの海が中心になってますけれども、海は海ですごくいいんですよね、うんうん、で同じ読谷村にも海があって、うん、こういうふうに川があると、はいはいはい、で私たち ね地元のものからすると川っていうのもすごい愛着があるじゃないですか、うん、でそこに川があって、はい、この子どもたちが水遊びができるっていうのが、ね、またいい風景になるんじゃないかなと思うんです、はい、ぜひね、そういう場所永田川もね皆さんに一つお見せしておきいただきたいなと思います、はい、まだぜひ関心を持っていただいてです ね、はい、協力をしていただいて、ご協力をお願いしたいと思います、よろしくお願いいたします、下がり花の赤見てみたいな、あそうですね、もうそろそろでも、はい、下がり花夜ですからね、夜ですからね、はい、怖いですね、はい、さあ、というわけでね、こう、はい、上がりの右岸でしたか、うん、はい、遺跡の方からそれから永田川等の話を伺ってきたわけなんですけれども、はいはい、さあ、 あの6月1日の質問の中には、まあ、あのいくつかありましたが、大体こ、はい、あの今のねお話の中に集約されておりますが、はい、そうですね、それと全く別の視点のやつがあのワンパク広場についてっていうのが、最後の一般質問でありましたけれども、はい、このワンパク広場っていうのは、うん、あの各公民館とかでやっているやつですかね、そうです、そうです、はい、あれはあの、うん、家庭教育の支援事業としてですね、低学年の児童生徒の放課後の、ね、はい、うん、居場所を作り、要するに、はいはいはい、あの子どもたち、ね、お家帰ってもお父さんお母さんお仕事ですので、うん、あの誰もいないと、うん、ただいまあと帰っても、ね、自分で鍵開けて、鍵っ子の子どもたちのためにですね、ね、うん、ぜひそういうあの公民館等を開放していただいてですね、うんうんうん、あの居場所作りということでですね、
あの事業がもう4年目ですかね、うん、あるんですね、うん、で今回それについてちょっと質問をさせていただいたんですね、はいはい、これは質問内容としてはそのわんぱく広場の何かあったんですか、うん、結構わんぱく広場って、まあ、村の方も、うん、学童、今学童が公立、公的資金で賄っているのが今南学童なんですね、うん、はいはいはい、で学童も民間学童が多いんですよ、うんうん、で民間学童には支援が何にもないんですね、なるほど、ないんですね、うん、で、やはりね、家賃の支援とかね、うん、税金の支援とかやっていただきたいんですけれども、はい、まあ、これはまだまだ先の状況ということでしたのでね、うん、やはりそれに代わるものとして今この皆さんわんぱく広場というのがあるわけですけれども、うんうん、その学童に入れない子どもたちの対応策としてやっているわけですけれども、ね、はい、今6つの公民館ですね、うん、実施されているのがそうですね、紀、はいはい、高潮、大木瀬那覇、大添え、古源ということで6地域でこのわんぱく広場をやってたんですけれども、うん、大添えの方が月曜から金曜までで週5回やってるわけですね、うん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 、で後の地域においては週1なんですね。で子どもたちの数も、20名弱の子どもたちがもう毎週来てるわけですから、うん、ニーズとしては高いんですよ。なるほど、そうですね、子どもたちのニーズとしてはね、はいはいはい、で高いですので、うん、やはりこれが週1回というのは少ないんじゃないかということね、うん、本来でしたらこの6地域ともね毎日でもやっていただきたいという授業なんですけど ね、まあ、子どもたちは毎日学校行ってるわけですからね。そうなんですよね、うん、やっぱり親御さんも助かりますでしょ、やっぱりね、うん、その自分の子供がどこで何をしているというのが把握できれば安心して仕事ができるということでね、うん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 、そういう思いもあったんですけれども、うんうん、やはり公民館がね、公民館ね、今読谷村の地域コミュニティ忙しいですので、はいはいはい、なかなかこの週5日、週3日、週2回というふうにですね、開けるのが厳しいということで、今週1回なんですね。だからそこら辺ぜひですね、うん、回数を増やしていただきたいなという思いがありましてね、ぜひ頑張っていただきたいということで今回は質問をしていきましたね、はい、これは3月議会のですね、徳さん議会でありますと、はい、そこにもこれ触れてますね、はい、そうなんです、そこからの流れですね。そうです、3月議会には、うん、主に学童で、うん、質問をさせていただきましたけれども、はいはい、まだまだ学童はね今支援、公的支援が入る状況ではなかったですので、うん、やっぱりそれにね変わる子どもたち多いですよね、三谷さんね。そうですよね、やっぱり人口も増えてるわけですからね。幼稚園から小学校3年生ぐらいまでの子どもたちというのは、ぼかす行く子どもたちもいるでしょうけど、はい、なかなかね、まっすぐ帰る子どもたちが多くて、うん、やはり共働きの家庭の子どもっていうのは結構、うんうん、多いらっしゃるんですよ、はいはい、今おっしゃってた民営学童、ええ、そういうものへ の、うん、なんか支援というのは、うん、村はまだまだそこまでいけないんですか、そうですね、村県がまだ行ってませんのでね、そうか、まあ、やっぱり子育て支援をね重く厚く手当てをしてるっては言っても、うん、まだそこら辺までは来てませんのでね、手当て届いてないというね、はい、でこの学童じゃなくてこのわんぱく広場でもですね、うんうん、6地域で、昨年は288回参加児童が4860名の皆さんが、なるほど、これ週1回なんですよね、うん、でこれ学習支援とかアドバイザーですね、うん、その皆さんが1208名、うん、でお互いに支援する方もされる方も結構な人数でね、はい、これ頑張られてます。ともに老人会の皆さんが頑張っていらっしゃるんですね、見守りたいでね、はいはいはい、ですから本当にボランティアしていただいてますので、うん、皆さんのためにももう少しね回数が増えると、うん、もっと活気が出てきて、そうですね、子どもたちの、ね、うん、この安全教育にもいいかなと思うんですよ、うん、まあ、居場所作りとしてはね、確かに本当にこう大事な場所かなと、はい、まあ、村は保育園とかね、村営にしていったりとかいうのいろいろこう動いてはいるんですけども、うん、なかなか今だ学童までにはまだ手が行き届いてないということで、はい、まあ、今後ぜひ検討課題の一つで、何らかの形でね、まあ、また国自体がね、まあ、子育て支援って言ってもどん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 今政策変わってますでしょ、変わってますからね、だから先が見えないから私たちも質問の仕方がねまだまだなるほど、ね、こうポイントで定められることできなくて、ちょっとそこら辺がちょっとね、残念なんですけれども、でもやはりね、はい、子供をね、はい、大事にしていくことでね、はいはい、一旦コマーシャルをお届けして少し伺いたいと思います。はい、はい、
はい、お送りしておりますユンタンチャレバンですよ。今日のゲストは、読谷村議会議員19名、その中からですね毎日、1名ずつお迎えしてお話を伺っております。今日のゲストは津波子菊江議員です。最近、まあ、先ほどあの学童、ね、子どもの居場所作りっていうのはもう私たち、まあ、子を持つ親にとってはやっぱりもうかなり気になる、お話であるわけなんですけれども、今はでも6箇所のあざでね、この学童、ね、万博広場っていうのをやってるっていう伺いましたけど、はい、まあ、読谷はほら23あざあるじゃないですか。そうですね、でやっぱりこの6あざ以外のところはまだまだやっぱりそういうやっていこうっていう方向性は見えるんですかね。それはちょっとよく調整してないですけどね。とにかくこれは教育委員会が、やってますので、はい、やはり予算との関係もありますから、ね、あまり、ね、多分お願いするほどの予算を持ってないと思うんですよね。ですから大添のようにですね、あそこは週5回やってますので。大添は週5回、そうなんです、頑張っていらっしゃるんですね。すで、その中でやはり各公民館、今5箇所の公民館は週1回なんですね、やはり事業等がいっぱい入っていて、なかなかこの時間が取れないということで、1回なんですけれども、もうやはりこんだけ人数いますからね、まあ、1年で必要性はあるんですよね。そうですね、確かにね、もう人数が高いですから、ね、もう公民館の受け皿が ねちょっときつくなるようでしたら、やはりもう、はい、ね、いくつくところはもう児童館しかないかなと思うんですよ、はいはいはい、できたらもう児童館ができますと ね地域の子どもたちがそこに集合できますから、公民館の方にも、迷惑をかけないで子どもたちの、ね、居場所づくりが確保できるかなと思うんですね、ですね。一頃まあ職員は大安なので、古源南小学校の近くになんか公民館の跡地かなんかを児童館にしようとかいう話が一頃なんかぼーっと出てましたけど、一頃じゃなくて今も出てますけれども、今もお願いしてますけれども今さっき聞こえなくなってきたから、そうなんです、もうなくなったのかなと思って。いやいや、なくなってないです。もうできたらあちらの方ね、なんとか、そういうので活用できたらいいですね。そうですね、もう多目的なね、建物を作っていただいて、そういうふうに皆さんがね、地域コミュニティでね、集まれる場所ができると、南は、ね、本当に南はみかん有者の皆さんもいっぱい、これから行政区また改善もありますからね、そこら辺含めましてまたこれからの展開どういうふうになっていくかわからないですので、それはそれでまたね、それがはっきり目指しができた時点 で、ね、また何が一番ベストなのか、視野も見えてくれば ね、 そうなんですね、いいプランが出てくるかもしれませんので、そこからまたいい考えも、知恵も出てくると思うんですよ、そうですよ、また皆さんもね、ぜひそういうところもお考えいただきながら、また議員の皆さん方や行政の皆さん方と相談しながら、ね、また歩んだんじゃがね良くなるためですから、いろいろとご提案をいただければなと思っておりますね。はい、さあというわけで、いろいろとお話を伺っておりますけども、実はちょっと後半ですね、今日打ち合わせやってる時に、ちょこっとお話触れてましたけど、東北の方に行かれたという被災者の方に行かれてきたという話で、昨日帰ってきたと。昨日のですね、昨日の3時に帰ってきました。超タイムリーな話じゃないですか。そうなんですよ、今帰ってきたばっかりなんですね。それでですね、大変申し訳ないですけど、6月議会の話は、とりあえず、いっぱい質問全部終わりましたので、3月議会の話は置いといてですね、やっぱり行かれて、せっかくタイムリーですのでちょっと伺いたいなと思うんですけど、いいですか。今回どうしてまたこの被災地の方に行く機会があったんですか。そうですね、私は沖縄子どもを守る女性ネットワークというメンバーなんですね。その中で私たちは本を送ろうということで、子どもたちに本を送ろうということでですね、前この女性ネットワークは徳さん、あれで震災後すぐになんか募金活動が国際通りかどうか、そうです、やりましたね、新聞載ってましたね、県庁までやりました、あのメンバーなんですよ、糸数恵子議員とか一緒ね、あのメンバー、そうなんですね、それで行かれたんですか。そうなんですね、でその本というのは、やはり気持ちの奇跡という本なんですけれどもね、気持ちの奇跡という本を、やはり虐待を受けている子どもたちとか、気持ちがねもう迷離そうになった時に、やはりこの本を読むとね、無理を、自分の気持ちに無理をしない、蓋をしない、出すことによってね、前向きに頑張っていこうよという本なんですね、絵本なんですよ。なるほど、すごく読みやすい本で、やはり子どもたちねに支援をしていこうということで始まったですけれども、今回震災がありましたね、そこにもたくさんの子どもたちが犠牲になっているわけなんですね、だからこの子どもたちに少しでもね元気になっていただきたいなということで、今回本を送ろうということで100冊ほどですね、私たち本を買いまして、それを届けに行ったんですよ。でそこが宮城県
の方ね、石巻の方に行ってきましたけれどもね、うん、やはりあの現状は大変厳しいものがありましたね、うん、向こうはまだまだですよ、まだまだですか、まだまだですね。なんかこう我々こうテレビとかでね見ていると、はい、ね、復興こういうところがこうなりました、うん、ああなりましたとかよく復興のお話を伺うわけなんですけども、はい、やっぱり未だまだまだのところがたくさんある、まだまだでしたね、うん、私たち石場石巻のですね、はい、橋浦小学校、それから吉浜小学校ですね、それから相川小学校というところ行ってきたんですけれども、もう学校が流されたあの吉浜小学校とか相川小学校というのはもう学校ないんですね、うん、ですから浦橋の橋浦ですね、うん、橋浦の学校で一緒にお勉強してるんですけれども、はい、とも曲がりをしてやってる学校になってたんですけどね。じゃあもういくつかの学校が一緒になって、そうなんです、子どもたち一緒になってやってるんだ、私たちが行った時にはちょうどこの学校もプールはありましたけれどもね、うん、ちゃんと泳いでましたけれども、うん、やはりまだまだあれですね、この気持ち的に立ち直れてないところがありましたね、うんうん、ね、まあ、4ヶ月なっていって、うん、逆に今頃からなんですかね、ちょっと落ち着いてきて、うん、いろんなことを思うの関係する時期になってるんでしょうね。そうですよね、で石巻市立の大川小学校でちょうど北上川 の流れてる方のね、ずっと下の下流の方なんですけど、うん、そこに大川小学校っていうのがあるんですけれども、この学校なんか本当にもうこの津波で、もう多分ここら辺まで津波が来るっていうのは、じゃあちょっと想定してなかったんでしょうね。下流でも少し上流側に近い、うん、ところだったんですね。もうそうです、もう山の、もう裏ってもう山ですからね、もう竹林海からちょっと遠くて、そうですね、もう本当にもう考えられない場所なんですよ。のんびりとしたところでしたけどもね、そこがちょうど地震と津波に遭いましてね、もう学校全然ないんですよ、もう建物だけ残って、もう中はもうきれいに掃除されてましたけれどもね、もう本当に電線でそういうのがもうバラバラとこう下がっているような状況の中でですね、子どもたちも108名いた子どもたちがもう74名、流されて死亡されて、もう行方不明となった子どもたちもまだ見つからないという状況の中でしたけれどもね、はい、本当に渡り廊下がもうねじれて壊れてるというようなところなんですよ、コンクリートの、だからこう津波が来ると地震だよという時には、この子たちはもうマニュアル的には、学校の中庭に集合と言って、中庭に集合したところをこう来たものですからね、もうそのまま裏庭にもう逃げる時間がないということで、まあ、先生が一人の子どもを連れて何名かを誘導して逃げて助かったとか、あるいはこの流される時にその竹林の中に引っかかって助かったとか、津波で流されて山にこうも投げ出されたみたいな、そうそう、流されてそこに引っかかって助かった子どもたちとかですね、うわ、そういう子どもたちもなんかいたということで、も本当にもうね、惨状を見たらですね、まだまだですね、だから私たちね、こういうふうに募金をしたからもう大丈夫っていうんじゃなくて、やはり募金をしても、私たちの募金がちゃんとね、被災地の方に届いているか、あるいはね、本当にもう一対一で、その私たちはこの場所を支援するんだというね、思いで手伝いをしていかないと、復興はまだまだ遠くなると思うんですよね。そうですね、僕はちょっとそのこと今ね、職員がおっしゃったから、今思ったんですけど、東北の市町村、全市町村の方ですよ、それパートナーシップ的に、なんでできなかったんですかね。そうですね、例えばほら読谷村がどこどこ、ね、福島県の何々町とか、何々村とか、その規模に応じてすぐそういうふうな連携ができて、その町だけを、村だけを応援しましょうとか、なんかそういうことができると、もっと本当に今おっしゃるようにピンポイントでね、応援するっていうのができたかもしれないなと思う。でもあれ見てみますとね、本当にもう庁舎も多分なくなっているんでしょうね、町役場もなくなっている状態では、あの時点では直接ポイントで支援するというのは難しかったと思うんですよ、だから、ね、県に行っても県自体が把握できてないから、でも今からでも遅くはないんですよ、ですね、今だとね、実際行ってみて、どこの町がどのように足りない、何が不足してる、あれ学校に何を支援したらいいのかっていうのがね、今だったら見えてくるんですね。なるほどね、これからだと思うんです、そのポイント支援っていうのはね。じゃあ今からでも遅くなく、そうです、本当ね、これからしっかり頑張っていきたいです ね、はい、こういうふうに本当に足を運んで、そうか、それぞれの場所によって支援の状態が違うからですね。そうなんですよ、まあ、本当に今おっしゃるようにまだまだ
瓦礫がいっぱいのところもあれば、もうそういう整備ができているところもあったりもするわけですよね。そうですね、うん、特にあの私たち3日目はですね、この一番のひどかったところを揺り上げ地区というところを見せてもらったんですけどね、はい、この地区はもう漁協もちろん陥没してないですけれども、もう本当にもう建物全部、家はもう全部流されて、あと残っているのは学校の中学校のその校舎 の, この後だけ建物、であとはあの乾物屋さんのこの建物が残ってるとかですね、そういう感じで本当に何にもないんですよ。であのちょっとしたあの神社、社があったんで、小高い社なんですね、これはもう普通にお家がある時にはもう見えない場所なんですって。だからそこの皆さんでもここにそういう社があったのかという場所が残ってるんですね。じゃあそれぐらいさら地みたいになってるわけだ。本当にさら地ですね、何にもないですね。はい、でそこの中でやはり復興というのはもうこの閖上地区の皆さんもね、あの漁港を再開したいと言って何名かいらしてたんですけど、やはりあれはまだ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 の状態なんですよね。であのその私たちが行ったあの松島、あの東松島町というところのですね、このあの成瀬第二中学校というところを見せてもらったんですけれどもね、この学校はあの2階に避難した子どもたち助かっているんですよ。で本当あのテレビでも放映されてませんでした。SOS という、ああ見ました、ね、赤字でこうガラスまでこうつける、あの場所なんですね。はい、でこの SOS のそこそう文字もしっかりとまだ残ってました。まだ残ってる。でももう下もすごい状態で、あのあれですよ。もう体育館なんかちょうど卒業式ということでですね、体育館も紅白幕が張られてましたけれどもね、そのまま残っているんです。もう時計も2時48分9分を指したまま止まってましたね。ではもう津波の泥とかですね、あの剣道着とかね、面とかカバンとかもそのままの状態でもう放置されてて、もうすごいすごい状況ですよ。あれ見てたら本当に心が痛くて、もう涙しか出ませんよ、あっちでは。いやあの向こうに行かれた方を、私たちもあの毎週木曜日に復興支援番組ということで、とにかく災害のことをお伝えしようとか、はい、あるいは僕たちが防災についてどう考えるかということを1時間やってるんですけども、行かれた方々をお招きしてお話を伺ってますが、やっぱり一様にして皆さんがおっしゃるのはもう本当に言葉にならない。そうです、言葉でない、出るのは涙って、本当に同じことをおっしゃいます、誰でもおっしゃいますね。そうなんですね、だからもうこれからの私たちの支援としてはですね、もう本当にもう実際にそこの場所でね、あの行って、その場所を見て自分が何ができるかというのを見て、で向こうの人言ってますね、あのやはり今自分なんかも復興頑張りたいということでね、あのとにかく来てくださいって、あそうなんだ、観光にいらしてくださいっておっしゃってましたね、でここでねあの買い物もしてくださいということを言ってましたので、やはりねあの旅行をして、あのいくらかの経済効果を出すことでね、またあの人たちも目標、次のまた目標が出てくる。なるほど、やはり人間というのは ね、なんかやる気が、目標があるとそれに向かって進めるんですよね、そこら辺をね、次の私たち の、あの、支援の仕方だと思うんですよ。まあそうですね、まあ、最初はその行政とか国県がね、一括してこう募金活動、現金活動をやって、それをまあ大きくその復興のためのね、いろんなこの、ハード部分の整備とかあるはずですが、そういうものに一生懸命こうやって、次は次のこれからのね、先ほど作品おっしゃって、ピンポイントでこれからは自分たちが直接相手に対してやってあげるっていう、やっていこうというね、そういう活動がこれからまさに必要かもしれませんね。そうですね、で、あの被災された皆さんも、まあ、最初はねあのすごい経験で助かったっていう思いで、あのなんとか食べてっていうことで、もうそれだけでもういっぱいだったと思うんですけれども、4ヶ月も経ちますとね、やはりもう人間としてあの落ち着いてきますから、じゃこれからっていう時にはやはりあの現場も思い起こすでしょうし、でこれからのことの不安もありますでしょうしね、そこら辺で心のケアっていうのも必要になってくると思うんですね。はい、で、そこで私たちもやはり何か手助けをやっていかないといけないと思うんですよ、ね、はい、ありがとうございます。さあ、お話はですね、東北災害地を、見てきた、ザコギンよりお話を伺っております。まだまだ続きます。
はい、お送りしておりますユンタンジャ出番ですよ。エンディングとなりましたけれども、今日は読谷村議会より、チャーコ菊江議員をお招きしてお話を伺っております。後半は、昨日帰ってきたというね、沖縄子どもを守る女性ネットワークのメンバーで、東北の方行かれたということで、被災地の視察をされたということのその話をですね、本当に率直にですね、もう本当に今でももう目をうるうるしながら作品がお話しされているの、僕もちょっとこうちょっとこうグッとくるわけなんですけれども、先ほど作品がお話しされていました、やはり復興のために向こうも一生懸命頑張っているということ で、その時に訪問されたところで、なんか三陸の柿ですか、はい、うん、それを事業を起こそうという、復興しようという方がいらっしゃったということで、そうです、うん、東松島というところに行ったんですね。三陸のですね、松島や松島、 あの松島ですよね、場所のね、そうですそうです、であの場所はですね、やはり島があったおかげで、うん、あの観光地は無事なんですよ。ああ、そうなんだ、はい、もう観光団の皆さんも、あそこに沖にね島が点在してますからね、島があるだけでね、あれがクッションとなって防波堤となって、うん、あそこは無事なんですね、うんうん、でそこからちょっと東に行くと、うん、やはりこの東松島の方がですねすごい惨事なんですよ、流されたりしてるんですね。でそのところに長石商店というのがあるんですね、はいはい、でここがすごく頑張ってる高橋博士さんという方がいるんですけど、うん、この高橋さんは30代ですかね、うん、ちょうどその震災があった時には本人と、長男さんはちょっと県外へ出ていて、うんうん、直接の震災は受けてないんですよ。あ、なるほど。しかし残っていた奥さん、そして一番下の2ヶ月なるお子さんと、それからお父さんお母さん、はい、でお一人娘さんはもう災害に遭ってるわけですね、はい、でこのここに津波っ子っていうのがいるんですけどね、うん、この男、この子供、このちっちゃい子がですね、はい、ちょうど1月の、うん、1月の11日かに生まれて、うん、2ヶ月前ですね、2ヶ月、そうですね、で生まれて、今度もちっちゃい子なんですよね、うんうん、でこの子が災害になってるわけですね。でこのお母さんはこの子を連れて避難所まで逃げて、はい、逃げたんですよ、うん、そしたらその避難所も津波に遭ってるんですね、そしたら波が来るぞということで、うん、本人はこの子を連れて、うん、その避難所の後ろに社があるんですね、はいはい、その社まで駆け上がっていって、で竹林の方に登っていって、うん、この竹を捕まえてその子を抱っこして、子供を抱っこしながら一昼夜過ごして助かったっていう、よかった。これでこの生まれた子ですね、この子そこの方では津波っ子ってつけてですね、この子ってすごくまあ、マスコットとして可愛がってたんですけどね、もうその子、もうでも生まれて1ヶ月2ヶ月ですかね、本当に不軽い子だね、本当なんです ねでこの子は助かってるんですね、で帰ってきた時に、うん、なんか新聞のローカル新聞ですから、ね、その一面にこの長男が、男の子ですね、そう男の子とこのおばあちゃんがね、うん、この子を見てないですので会ってないですからね、この長男は、うん、しかしその現状っていうのをこのおばあちゃんがこの子に、うん、あなたはずっとこの現状っていうのを目に焼き付けときなさいよ、そしてずっとね、うん、今後のためにもしっかり頑張っていくねということで、うん、やってるのを新聞の一面に載ってるということで、その一つの話題にもなっていたこの高橋さんのところなんですけどね、この高橋博士さんって方が、はい、ずっと柿養殖をしていらっしゃるんですよ。はいはい、海のね、そうなんです、うん、でも柿養殖をしてるけれども、本当にもう工場も事務所も加工場も船舶も車両も全部流されて、もう何にもない、うん、本当にもうマイナスの状態なんですね、うん、でも本人自体すごい落ち込んでる時にですね、うん、一本の電話がかかってきたんですって。でこの方はこの長石の牡蠣をですね、はい、ずっとで食べてるっていう方で、全然知らない方なんですけどね、これはその東北の方ではない方ね、ない方からね、はい、電話かかってきて、そしたら本人はこの東北ということで、インターネットで工場が大丈夫かどうか検索したら、もう大変なことになってるということで、電話かけてきたって言ってましたけれどもね。なるほど、自分が常いつもこの長石の柿を食べてたので、はい、それでどうなったのかなって調べてみたんだ。せめて本人さんだけはね、もう生きててほしいということで、お電話したらつながったということでね、うんうんうん、ぜひね、諦めないで、何年かかってもいいから復興してください、うん、頑張ってくださいということで、励ましの言葉をいただいたということでね、本人また、うん、じゃあ自分頑張ってみようかなということで、本当にこんなね、な心の折れそうなね、気持ちの折れそうな時にこういう励ましの言葉をいただいたということで、うん、
私もまたやる気になったんですよということでこの方おっしゃってたんですけどね、うん、しかしもうやろうとしてももう何にもないわけですから、うんうん、じゃあどういうふうにして復興していったらいいかということでね、うん、こう知事に相談をしたら、うん、じゃあもうこの際ね、本当にね、この柿を待ってくれてる消費者の皆さんにおすがりをしてね、うん、オーナー制でもって頑張ってみようじゃないかということでね、はいはいはい、言われたということで、じゃあぜひねもうこのオーナー制でもって、うん、本人はこの長井市のこのこだわりの柿をね、うん、作り続けていきたい育てていきたいということでね、幸いにもこの種柿は残ってるんですって。あ、そうなんだ。そうなんです。はい、いやラッキーですね。あ、じゃあこれその種柿を元にこれからあれはでもすぐにこう大きくなるわけじゃないでしょ。そうですね。でもこの方普通の皆さんは3年4年かけてたあの柿を作るんです。この方はね、なんかすごいやり方が違ってて、うんうん、1年柿を作って出荷をしてるっていうんですよ。結構若い柿だからそうで美味しいんだろうな。一年柿ということで ね、種柿もちゃんとありますので頑張りますと言ってました。で、オーナー制にして、うん、このオーナーの皆さんにはですね、その柿が取れた頃には、うん、この美味しい柿をお送りしますということを ね、 やってましたね。なるほど。すごい前向きでしたよ。あ、うん、今ね手元にいただきましたけど、長井市の柿復興プロジェクトへの支援お願いということで、ペーパーが私も今いただきましたけれども、ぜひ、ラジオ聞いている皆さん方、あるいはインターネットをご覧の皆さん方でね、このプロジェクト私も参加させてくださいという方いらっしゃいましたら、ぜひね、これこちらの電話番号でいいんですよね、はい、長井市の柿を応援する会というのがね、発足しているようであります。電話番号が、022-223-5833、電話番号022-223-5833、こちらですね、長井市の柿復興プロジェクトということで、長井市商店のですね、高橋さんの柿養殖の普及、復興支援を目的としております。復旧復興はマイナスからの出発です。資金的援助をもとに消費者として長井市の柿を賞味し支援していきます。また長井市商店のみならず関係する周辺の方々も対象とします。プロジェクトに賛同する方はぜひ協賛金のご応募をお願いしますということで、7月からですねスタートしております。一口1万円からと複数口も OK ということでね、協賛いただいた方には来シーズン2012年秋以降になりますけども長井市の柿をお届けしますということであります。もう一度、電話番号申し上げます。長井市の柿を応援する会、電話022-223-5833、022-223-5833、そしてファックスもございます。022-223-5875までですかね、はい、はい、022-223-5875までよろしくお願いをしたいと思います。はい、こういう資料もねいただきました、ありがとうございました。もうちょっと残り少ないわけなんですけども、今日はもう本当にありがとうございます。また、はい、昨日帰られてから、はい、もうすぐということもありました。お疲れのところだと思いますが、はい、ありがとうございました。でも今回、ね、このように、長井市の柿のですね、広報できたことは私も、幸いだったと思います。ありがとうございました。ありがとうございます、はい、また私たちができることはさせていただきますので、はい、よろしくお願いいたします。村民の皆さんもぜひよろしくお願いいたします、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。また今後も、読谷村議としてもど、はい、広報活動もね、はい、頑張っていただきたいなと思います。頑張っていきたいと思います、はい、今日のゲストは津波子議員でした。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。ございました。はい、また来週月曜日にお目にかかりたいと思います。はい、いかな山奥の地も見花やて西78.6 FM 読みたん78.6 FM 読みたん78.6